カスケーダは2004年に結成されたドイツのユーロダンスグループである。カスケーダはナタリー・ホーラー、DJ ・マニアン、ギャン・ペイフェルの3人によって成り立っているグループである。カスケーダは近年世界中においてエレクトロポップ志向の音をその主流へと移行を促進させアメリカ合衆国ではユーロダンスを普及させたその先導者のうちの一つとして広く考えられている。 ヒットシングルとして、エブリタイム・ウィー・タッチ、ホワット・ハーツ・ザ・モースと、エヴァキュエイト・ザ・ダンス・フロアが、最もよく知られている。アメリカ合衆国でプラチナを獲得した楽曲である、エヴァキュエイト・ザ・ダンス・フロアと、デビューアルバムは最も成功を収めた、カスケーダは、世界中で、アルバム2000万枚以上を売り上げ、推定1500万が、デジタルダウンロードされている。ナタリー・ホーラーが17歳の時、 彼女は様々な DJ のスタジオワークをやっていた。最終的に彼女はヤノウと DJ マニアンに出会うこととなった。もともとグループはカスケードの名で曲をリリースしていたが、すでに法的措置を脅かすような似た名前である別のアーティストであるカスケードが存在しており、グループの名をカスケーダに変更している。カスケーダは同時に シリアとアキラ名義の楽曲をリリースした。しかし、カスケーダが成功したために、これらプロジェクトは自然と終わっている。ドイツでアンド・オフ・イン・レコーズのもと、デビュー及びシングルであるミラクルとバッドボーイは制作された。それと並行してアメリカのダンス系、レコード会社ロビンス・エンターテイメントの注意を引いた。契約の交渉などを経て2004年にシングル曲、 ミラクルはリリースされた。しかし、それは注目されることはなかったが、やがて、カスケーダはエブリタイムウィータッチを提供された。カスケーダは1992年のマギー・ライリーによる同じ名前の曲のコーラスを挟み込んだ上で、アメリカ合衆国におけるセカンドシングルエブリタイムウィータッチをリリース。その後、ほぼ1年余り、イギリスとアメリカ合衆国で、 メインストリームに乗った成功を収め、楽曲はアメリカレコード協会によってプラチナ認定され、世界中においてもプラチナとゴールドの認定を得た。シングル曲の人気が急上昇していたすぐ後に、アルバムを数ヶ月の間で録音してリリースした。シングル曲、Everytime We Touch のミュージックビデオはプロモーションのために配布された。 アルバムから合計8枚のシングルがリリースされているが、イギリスではそのうちの4枚のシングル、Everytime We Touch, Miracle, Savage Garden の楽曲のカバー、Truly Madly Deeply, Experience の楽曲のカバー、A Never Ending Dream がリリースされた。チャートで第46位だった A Never Ending Dream を除いた他の3曲は全てトップ10に入った。 アメリカ合衆国では、エブリタイム・ウィー・タッチがリリースされた。その直後において、ミラクルが再リリースされている。ラジオでは、高い人気を受け、やがて、アメリカ合衆国のチャートに登場した。グループのアルバム、エブリタイム・ウィー・タッチが、イギリスの前衛アルバムチャートで最高、第2位に達し、さらにトップ42-24週間まで残り、ヒットした。アルバムは、 アメリカ合衆国のチャートでも成功した。アルバムの成功により、カスケーダはワールドミュージックアワードの2つの部門でノミネートを得て、ワールドベストセーリングドイツアーティストを獲得した。さらに、アルバムは世界中で500万枚以上売り上げた。ナタリー・ホーラーがマイスプイス上における自分のブログに掲載された日本でのインタビューの中で、カスケーダは セカンドアルバムに取り組んでいることを最初に発表した。セカンドアルバムには、楽曲として、アブリル・ラビーンの SK8ER ボーイ、ピンクの Just Like、A.Pill、パティ・スミスの Because t Night、ラスカル・フラッツの h ワッ a ハー Hearts the m o s などいくつかのカバー曲があるだけで、なく、以前にナタリー・ホーラーと DJ マニアンによってレコーディングされ、 シリア名義のためにリリースが中止となった、エンドレスサマー、I Will Believe It の2トラックが含まれていた。しかし、アメリカ合衆国でリリースする際において、シリア、ピンク、そしてアブリル・ラビーンの3トラックのカバーバージョンは、取り替えとなった、なぜなら、北、アメリカにおいて、権利を持ってなかったからである。他に、アルバムからのシングルでは、フェーデットは、ケイトでラウゴ ホリゲンはエニー・メイのカバーであった。2年目の努力を経て2007年末にイギリスといくつかの北ヨーロッパ部分を含んだ地域でリリースされた。アルバム、パーフェクトデはアメリカ合衆国を含めた残りの市場において2008年第1四半期にはリリースされた。また、ナタリーはリリース前におけるフランスのインタビューで彼女はアルバムの一部を書くと述べた。 しかしながら、アルバムの最終トラックのどれもが彼女によって書かれることはなかった。A 面はカスケーダにとって世界中で代表的なシングルである h h e Art the Most と B 面は Wum の Last Christmas ススのカバーバージョンを2007年後半から2008年前半にかけてリリースされた。シングルはほとんどの国々で最上位の層に達するなど、 ヒットしている。ホワット・ハーツ・ザ・モーストに続いて、イギリスとドイツで、オリジナルタイトル、テルメ・ホワイト呼ばれたと推測される、ホワット・ドゥ・ユー・オンとフロム・メがリリースされた。イギリスとドイツではアルバムから3枚目としてリリースされたのは、ビコーズ・ザ・ナイトであった。アメリカ合衆国においてはその代わりに、フェーデットとパーフェクト・デーの両シングルをリリース。しかし、これら各シングルは、 ダンスラジオの回線以外においては少し流された程度であった。2009年6月29日、シングル、エヴァキュエイト・ザ・ダンス・フロアがイギリスでリリースされた。ちょうどその頃、マイケル・ジャクソン死去の悲劇的なニュースが流れた後のリリースであり、個人である元キング・オブ・ポップのかつてのヒット曲が復活して、売り上げが伸び、チャートのトップ10内を期待されていた。 その多くが驚いたことに、マイケル・ジャクソンのシングル、マイイン・ザ・ミラーより上である、第1位で初登場した。楽曲は、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、アイルランド、ニュージーランドで、トップ5に入っただけでなく、多くの国でトップ10位を達成した。9月下旬のリリース後、アメリカ合衆国のチャートで、楽曲はゆっくりと上昇した。最終的に、 第2グループであるトップ40ヒットになり、17週間の上昇の後に最高、第25位に達した。楽曲は多くのダンス志向のビデオゲームで使用され、クラブの定番となり、さらに MTV ビデオミュージックアワードにノミネートされている。アルバムのタイトルは Evacuate the Dance Floor であり、7月6日にイギリスとドイツでリリースされた。カスケーダーのアルバムは、 エレクトロポップのさらなる進歩を続け、変化が主流な観客やファンに歓迎され、カスケーダーのプロジェクトに必要不可欠だと多少感じたが、まだ多くのファンがユーロポップへの感覚に自責の念を起こされていた。アルバムはそれ自体、シングルのような成功を成し遂げられなかったが、それにもかかわらず、イギリスを含む多くのトップ10のチャートに入った。とはいえ、結局、 アルバムは売り上げをさほど伸ばせず、すぐにチャートから落ちた。デンジャラス、フィーバーはアルバムからシングルカットされ、デンジャラスはイギリスで、フィーバーはアメリカ合衆国、オーストラリア、その他ヨーロッパ諸国でリリースされた。どちらともデジタル、物理的な販売、ラジオでは振るわなかった。それにもかかわらず、グループはさらにアルバムをプロモートするために広範囲に、 ツアーしていた。以前のアルバムは主に全体として、アルバムを結ぶ、結合力の欠如など、批判の矢表に立っていた。それもあってカスケーダは異なるシングルを制作して、リリースするために立案、それらをすべてくくった上で、アルバムにすることを、新しいリリース戦略として決定した。ニューシングルである、パイロマニアは、新しいエレクトロポップ音を継続した上で、2010年に、 リリースされた。セカンドシングル、ナイトナースは多くのシーンで様々な色のフルボディーペイントでナタリーが登場しているミュージックビデオと一緒にリリースされた。この曲はアメリカ合衆国では閉鎖的な扱いを受けるなど約1年後の2011年12月16日まで商用的なリリースを得られなかった。イギリスにおいてはコンピレーション CD で登場した。 エネミーと題した新しい曲はドキュメンタリーで登場した次のアルバムの制作についてプレゼンテーション会議によるグループの話し合いをまとめた3月26日の週末にカスケーダは今後の2つのシングルであるサンフランシスコ・エールボワールのミュージックビデオを撮影した両方のビデオは監督はリサマンと振り付けはルーサー・ブラウンが担当したニューシングル サンフランシスコは2011年6月6日にリリースされ、アルバムはイギリスにおいてデジタルダウンロードとして2011年6月19日にリリースされた。オリジナル目のリリース以来、イギリスではダンスミュージックのウェブサイトが2011年における完全なダンスミュージックのアルバムとしてした。月日、A.U. ボワールのミュージックビデオはイギリスのクラブランド TV で 独占的に放送された。最近、2011年7月にナタリー・ホーラーは、プレイボーイドイツ版でポーズを取ったためファンや批評家から様々な反応を受けた。2011年8月19日、カスケーダーのアメリカ合衆国のレコードレーベルである、ロビムス・エンターテイメントが、理由は未発表のままアメリカ合衆国でオリジナル目がリリースされることはないと、フォーラムと、 ツイッターで発表した。2011年9月1日、ロビンスエンターテイメントは、カスケーダとロビンスが穏やかに分かれたと伝言板上で発表した。また、カスケーダが決別の理由として、レコードレーベルとの創造的な違いを挙げた。オリジナル目は、レコードレーベルズランドの下でリリースされると発表した。アルバム、オリジナル目からのシングル楽曲、サンフランシスコは、 アメリカ合衆国で初の公式リードシングルとして iTunes ストア、リミックス EP 上に登場グループとしてレコードレーベルズランドでの最初のリリースでもあったアメリカ合衆国でシングル a u アールが2011年11月15日にリリースアルバムオリジナル目を数週間後の2011年11月29日に発表したナイトナースは 2011年12月16日にアメリカ合衆国でシングルとしてリリースされた iTunes でデジタルのみのプロモーションシングルとしてオリジナル目を発表した。2012年1月7日、ナタリーはドイツの歌のコンテストドイッチュランドズクトデン、スーパースターのシーズン9の審査委員会に参加した。ナタリーは最近のドイツのインタビューで 新しいシングルは2012年に予定されていると述べた。2012年3月2日、新しいシングルのタイトルはサマーオブラブであることが明らかになり、それは3月30日にリリースされる。また、プレビューは同じ日にリリースされる。2012年3月5日、ナタリーはシングルのミュージックビデオを撮影するため、テネリフェ島に向かう途中であるとフェイスブックに投稿した。 2012年3月16日、サマーオブラブのミュージックビデオはドイツで初公開された。ありがとうございます。